まあ、この動画が出た頃には、私は NHK 党の党首を辞任させていただきます。ガーシーがいろいろと、まあ、国会にご迷惑をおかけしているなという部分、それはまあガーシーも謝罪している部分もありまして、ガーシーがですね、2月の27日に、国会に来て、陳謝をすると言ったにもかかわらずですね、本日3月8日、残念ながらガーシーは国会に姿を見せなかったということで、さすがにちょっとその責任は取ろうということで、私は国政政党 NHK 党の党首を辞任いたします。まあ、3年半弱なんですけども、私がですね NHK 党、国政政党 NHK 党の党首としてですね、活動させていただきましたことを皆様に感謝いたします。ありがとうございました。新しい党首にはですね、30歳の大津彩香さんです。これはもう独断で決めました。そして大津彩香さんはもう私の権限をそのまんま引き継いでいただきますので、立花孝志から大津彩香さんに完全独裁ということで、党の権限をそのまま移譲することにいたしました。で、まあ、彼女は年齢30歳ジャストだったと思いますが、まあ、元 NHK のですね、週刊子供ニュースに3年間出演していまして、池上彰さんがお父さん役で、彼女がまあ娘さん役ということで、まあ、非常にね、僕はまだお会いして3ヶ月ぐらいなんですけども、非常にまあ能力というか将来性とか、まあ、もちろんしっかりした考えを持っていてですね、才能を感じております。政治の世界で30歳で国政政党の党首というのは多分歴代で一番若いのではないでしょうか。もうね、いつまでもおじさんが政治をしているよりも自らの場所を譲ってね、やっていこうというところで、まあ、どっかでね、こういう女性に国政政党の党首になってほしいなと私自身が思っておりましたので、まあ、この今回のガーシーの件を受けてですね、大津彩香さんの方に国政政党の党首を譲っていきたいと、まあ、あとお任せしたいと思っております。で、政党名も NHK 党を改めまして、政治家女子48党に改めさせていただきます。3月の9日までにはですね、政治家女子48党という国政政党並びに法人が誕生いたします。NHK 党の看板をこう書き換えるだけなんですけども、そして党首も書き換えるということになります。で、ここにはですね、大津彩香さんが党首になりまして、副党首として今の斉藤健一郎、堀江物書のね、斉藤健一郎であったりとか、参議院議員の政調会長の浜田聡であったりとか、参議院議員のガーシーが所属することになります。あともちろんね、幹事長の黒川敦彦さんもですね、政治家女子48党の幹事長に名称が変わります。で、私はこの政治家女子48の中ではですね、やはり経理部門、事務方をしなければいけないというのがありますので、党首から事務局長という形で、まあ、降格をしてですね、裏方で支えていくということにさせていただきます。ですから、党首討論なんかも大津彩香さんが出ると、まあ、いつ解散総選挙があっても、私がもう出演することなく大津彩香さんが出演するということになります。 NHK 党はどうなるんだということなんですが、これはちょっと初心に戻ってですね、 NHK 党は政治団体として継続していきます。ここは国政政党ですので、政治家女子48党には国政政党としての、まあ、政党助成金を受け取ったり、選挙で有利な制度ができるということで、それはこちらに行きます。そして NHK 党はただの政治団体ということで、これまでの活動をですね、こちらの NHK 党が引き取ってやっていこうと思っております。こちらでですね、私は NHK 党の代表と、まあ、NHK 党はですね、これまで通りというか、まあ、格は一気に下がってしまいますけども、私が政治団体の代表者としてですね、これからも継続してまいりますので、NHK から裁判をされてお困りの方、これまで通り私が直接裁判の対応をさせていただきます。全額保証するということで、ここについては大津彩香さんとも確認を取れておりまして、まあ、お金のことは基本的には私がやっていかないと、11億円もの借金もありますので、経理的なことを私が基本的には口を出していきます。大津さんにやっていただくことは、まあ、政治家女子としてですね、新しくどういう政策を入れていくのか、あとはどういう人を公認していくのか、そういったことについて、まあ、大津さんに判断をしていってもらおうと思っています。ですから、
党の運用ですね、その政治的なものですね、そこは大津さんにやっていただいて、まあ、まさに裏方、お金の問題などは私がやっていこうと考えております。ですから NHK の裁判費用であるとか、 NHK の請求書の受け取り代行業務であったりとか、 NHK 等のコールセンターの運用はこれまで通り行いますので、皆さんそこはご心配なくですね、していただきたいと。 NHK の被害者をお守りするということはこれからも私が責任を持って継続していきます。なぜじゃあ党首と名前を変えていくのかについて簡単にご説明いたしますと、やはり日本の政治家、女性が少ない、まあ、特に若い女性がいないということで、女性中心の政党をやっぱり積極的に作っていかなきゃいけないというのがあります。ですからもう党首そのものを若い女性にすることによって、女性の関心を引いていくということすごく大事だと思っています。でさらに株式会社を2つ作りました。まあ、1つは立花隆一人放送局株式会社ということで、もう11年前からある会社なんですが、この会社と政治家女子48株式会社という会社を今日作りました。社長株主ともに佐藤沙織さんですね、公認会計士の千代田区から立候補予定の佐藤さんにお任せしています。そして NHK 立花隆一人放送局株式会社に関しては、多くの方に11年前から出資をいただいておりますので、こちらをですね、結構積極的にやっていこうと思っております。僕自身は今回、国政政党の党首を辞めるということについては、まあ、もともと計画をしていたことなので、今回、まあ、ガーシーの件で責任を取れという国民からの声、たくさんいただいておりまして、まあ、はっきり言ってテレビしか見てないやつは、もう責任取れ、責任取れって言ってくるんですよ。だから、まあ、それは責任取ろうと。だから、テレビでは、NHK 党立花党首辞めましたみたいな感じで報道されるので、これでもうその辺のうるさい声は止めておいてですね、積極的に女性を活用するというか、女性に活動の場を提供しながら、私は本来の目的であるこの NHK の被害者をお守りすること、要は NHK と契約しなくてもいいテレビっていうのをですね、これをとにかく売っていこうと思っておりますので、とにかくもう国民の皆さんがNHK と契約しなくていいというテレビをやっぱり積極的に売るのが一番早いと。もうこの国の政治家にスクランブル放送してくれとか、郵便法違反という犯罪をしても NHK をね、全くこう目をつぶる、この国の腐った政治家、この人たちに期待をしてもどうしようもできない。それであればこれから成長していく若い女性を中心とした政治をですね、しっかりと足場からね、ゆっくりと組んでいくと、まあ、石垣をしっかりと積み上げていくということをしながら、まあ、NHK と契約しなくてもいい安全なテレビをですね、普及していくということです。とにかくですね、まあ、NHK という敵、これ本当 NHK だけじゃなくて腐ってますよ。まあテレビばっかり見てたらバカになると、本当にテレビに洗脳されてる人が多いなと思ったので、だったらもう会社を作ってテレビを国民に見せない、その方向に舵を切っていこうと。もちろん今テレビを持っている方もお守りしながらね、テレビをどんどんまあ捨てていく、チューナーレステレビに移行していって、で、NHK との契約をしない、あるいは解約を進めていって NHK をぶっ壊すという方向に舵を切っていくと。で、日本の政治ゆっくりとね、女性たちに楽しみながら仕事をしていただくと。日本の女性の政治参加が低いと言われている中で、そこを高めていくというように考えておりますので、前向きな辞任でありますので、決して世論に押されて僕が辞めるわけじゃなくて、もうめちゃくちゃ戦略です。で、これどうなるかっていうと、これ皆さんメディア見ててください。これこのように法律上はもう私は NHK 党の党首を辞めましたので、そして NHK という党という国政政党はなくなりました。とするとガーシーや浜田議員の所属は政治家女子48とのガーシーになります。ただ、報道はですね、今まで NHK 党のガーシー議員って紹介されていましたけども、政治家女子48党のガーシー議員ということで、もうね、NHK 党の名前は十分売れましたよ。もうこれ以上政党の名前を売る必要性はない。このように NHK にお金を払わない人を守るのが NHK 党だという名前は十分売れましたから、これからは政治家女子48党っていう名前を売っていきたいんです。そして、多くの女性を集めてですね、この国の腐った政治を叩きのめにしたい、変えていきたいという思いで、この政治家女子48党と
ということで、新しい国政政党を作り出しました。ああでも面白いでしょうね。報道は政治家女子48とガーシーと言わなきゃいけないんですけど、さあ皆さん見ててください。言わないですから。政治家女子48とガーシーなんて言いません。新聞は言うかもわからないですけど、テレビはもう絶対そうですから。もうね、本当に、彼ら都合のいいようにしかやらないんで、で、とにかく政治家女子48とは僕はどんどん広めたいのでね、ちょっとしばらくね、大津彩香さんにもいろいろな批判の声が集まると思いますが、他にも浜田君や斉藤君などなどですね、うちの党にはもちろんね、優秀な秘書人、そしてコールセンターの仲間、そして NHK 党から立候補する人、そして立候補予定している人、政治家女子法廷党から立候補予定している人、現職の地方議員もいますので、まあね、この僕についてくるって皆さんしんどいかもしれません。ついていくのが大変かもしれませんが、この国のことを思って私はやっておりますので、ぜひね、こういう形で本当に腐ってるこの今のこの国の政治家たち、そして官僚、テレビ局、芸能界、ここをですね、変えていくために、こういった活動ですね、ぜひ応援いただきますようお願い申し上げます。ちなみに政治家女子48党と夏目さんが やってくれてる政治団体としての政治家女子48党もこれからも継続しますので、そこはお間違えないようにしてください。 NHK をぶっ壊